じゃあ行ってみましょう。吉本興業で芸人やってます、担当ともこがマネージャーもいますんで、こんな感じです。芸人ね、これ YouTube 今誰もしも発信してますから。はい、皆さんこんにちは、クラビアカナヒナと申します。今ですね、世の中動画編集めちゃくちゃ流行ってると思うんですよ。で、僕 Twitter や YouTube でですね、こちら動画編集キャンプ三宮校に実行者の皆さん、よかったら動画編集一緒にしませんかっていう話をしたですね、今日なんと僕とマネージャーを除いて4名の方がですね、いらしてくれまして、動画編集したことのない人がたった今日ですね、10時から18時まで、しかも休憩1時から挟んでるんで、実質7時間で、どれぐらいまで動画できるのかっていうのを、皆さんにちょっとね、お見せしたいなというふうに思います。で、行ってみましょう。はい、ではですね、4名の方のうち2名がですね、なんと現役の実行者だったので、ちょっと話聞いていきたいと思います。はい、じゃあ右側の方から、今日はどちらからお越しですか？ちなみに今、現役の実行者やってますか？はい。どこを務めてますか？担当科目は？大学です。ちなみに現役の実行者なのにもかかわらず、今日この動画編集キャンプに参加しようと思った理由は何だったんですか？いい職が少し出ればと思っています。ありがとうございます。じゃあ、左の方に聞いていきたいと思います。今日どちらから？東京から来ました。東京からわざわざ三宮に来てもらいました。ありがとうございます。はい。ちなみに、お勤めの塾は どちらですか？担当科目は何ですか？わかりました、ありがとうございます。今日なんで動画編集キャンプに参加してくれたんですか？動画を作る、それも編集スキルを見せたくて参加をしました。ちなみに聞きたいんですけど、2人とも今まで動画編集をしたっていうことはないんですよね？じゃあ今日2人が7時間8時間でどれぐらい、ね、成果上げられたかちょっと確認していきましょう。はい、では塾講師じゃない2名の方にもお越しいただきましたので話聞いていきたいと思います。では右側の男性は今日はどちらからお越しですか？香川県から来ました。ありがとうございます。じゃあ真ん中の方なんですけど、はい、ちょっと職業聞いてもいいみたいなんで、はい、聞いてみたいと思います。はい、ご職業なんですか？吉本興業で芸人やってます、高木です。コンビ名は？はい、元エジソンの高木と言います。ちょっと先月漫才劇場ってところでね、300人満席にして、はい、一応最後10年の終止符打ったんですけど、ちょっとそれでちょっと今心は痛んでるんですけど、はい、解散した後に、はい、動画編集キャンプ。そうなんですよまあでもその芸人ね、これ YouTube 今誰もしも発信してますから、やっぱそれに向けてこうちょっと来ようかなと思ってね。めちゃめちゃ声出てるちなみにお二人は動画編集ってのは今までしたことあったんですか、なかったんですか？僕もないです。今日来ようと思った理由は何だったんですか？興味を持って香川からありがとうございます。で、まあ、ピンになってしまったんでこう漫才ができないんで、ちょっと動画でちょっと面白いこと配信しようかなと思って。あ、はい、じゃあ YouTube チャンネルできたら言ってください、はい、もちろん、はい、コラボお願いします。あ、わかりましたじゃあちょっとお二人も全然編集したことないとのことですが、10時から18時までの成果を見させていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、全体ではこんな感じです。先生が付きっきりで教えてくれてます。皆さんパソコンと、デスクトップで、今日1日10時から18時まで撮りました。ちなみにデスクの上こんな感じでして、このパソコンはさすがに僕のなんですけど、こちらのモニターはこれは貸していただけます。はい、なんでパソコンだけ用意してくれば OK ですね。マネージャーもいますんでやっていきます。はい、じゃあ須田くんの先生のやつからいきます。お願いします。はい、どうもです。今回ですね、動画編集なんてもうオワコンだよって話をしていきたいなというふうに思います。これからはですね、新聞配達が稼げるんですね。新聞配達で稼げるわけねえじゃんって怒る方もいるかもしれないんですが、これから新聞配達なんですよ。そう言ったけど、編集頑張って始めようと思ったらいいって悲しい人もいるかもしれませんが、やっぱりね、新聞配達がこれからは一番儲かるビジネスなんですね。なので皆さんね、今すぐこのパソコンを投げ捨ててですね、新聞配達、これを始めてみてはいかがでしょうか。新聞配達、新聞配達、新聞配達です。もうしっかり配達しまくってね、今の時代もキャッシュレスとかないですから、
新聞がいいんですからね。新聞が時代ですから、しっかり新聞で稼いでいきましょう。そんなわけで今回は以上です。ありがとうございました。すげえ本当に動画編集したことないんですよね。はい、というわけでですね、1日目で全く動画編集したことない人が、これぐらいにはなれるすごいなと思いました。実は明日2日目ありますので、明日また皆さんどれぐらい上手になってるか見ていきたいなと思います。では1日目終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、では今日動画編集キャンプ2日目でございます。今日は10時から16時でございます。もう皆さん集まっておりますんでね、じゃ行ってみましょう。よっこいしょ。まずね、こっちもね、結構ね、綺麗なんですよ。ほら、いっぱいデスクね、あって、こんな感じです。質問には先生が丁寧に答えてくださいます。はい、では動画編集キャンプ2日目終わりましたので、僕を除く参加者5人の方に1人ずつ感想を聞いていきたいと思います。皆さん、動画編集はしたことないでいいんですよね。今までしたことなかったで。どれぐらいできるだったかちょっと教えてください。お願いします。まあまあ編集できるようになったと思います。ありがとうございます。はい、では次、吉本の芸人の高木さん、どうでしたか今日は。そうですね、今終わりたてなんで編集頑張ろうって心に火ついてる状態なんですけど、やっぱキャンプだけに火を途切れさせない、これ頑張りたいと思いますすごいやっぱ芸人っぽいオリエントラジオの藤森さんじゃないですよね。全然言われますけど、またほとばいい。はい、マネージャーどうでした。はい、ファイナルカットプロを今まで使ってたんですけど、ファイナルカットよりもすごい優れたところもあったし、今まで基礎のところを勉強してなかったので、基礎の基礎が学べてすごい良かったです。はい、ありがとうございます。現役塾講師の文系の方ですよね。感想お願いします。ありがとうございます。じゃあ最後に現役塾講師で理系ですよね、はい、感想お願いします。はい、正直一つ前に言われました。今は、増える状態になったんですけど、もう一回動画をもう一回見れると復習できるということで、もう一度サンプル含めて作り直して、もっと自分でも好きな方みたいなと思いました。はい、ではですね、今回これで2日間にわたりました、動画編集キャンプ三宮校での動画編集のですね、勉強、以上となります。2日間でそんなできんのみたいな、ところまで行ってると思うので、最後ぜひ見てほしいかなっていうふうに思ってます。ちなみにこの動画編集キャンプに参加すると動画がもらえるんですよ。ログインできるんで、ずっと実はですね、見返すことができて復習できるんですね。わからなくなったらそれちょっとまた見返して、ああこうやってやるんだったなって思い出して、やっていきたいなというふうに思っております。ぜひ三宮校の方にお越しください。では最後動画流しますので、参考ありました方、すごいなと思った方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、どうも、青です。今回ですね、動画編集なんてもうオワコンだよって話をしていきたいなっていうふうに思います。これからはですね、新聞配達が稼げるんですね。新聞配達で稼げるわけねえじゃんって怒る方もいるかもしれないんですが、これからは新聞配達なんですよ。せっかく動画編集頑張って始めようと思ったのにって悲しい人もいるかもしれませんが、やっぱりね、新聞配達がこれからは一番儲かるビジネスなんですね。なので皆さんね、今すぐこのパソコンを投げ捨ててですね、新聞配達、これを始めてみてはいかがでしょうか。新聞配達、新聞配達、新聞配達です。もうしっかり配達しまくってね、今の時代もキャッシュレスとかないですから、新聞がいいんですからね、新聞が時代ですから、しっかり新聞で稼いでいきましょう。そんなわけで今回は以上です。ありがとうございました。しゃあさあさあ、よし、始めますか。はい、どうも、青です。今回ですね、動画編集なんてもうオワコンだよって話をしていきたいなっていうふうに思います。これからはですね、新聞配達が稼げるんですね。
新聞配達で稼げるわけねえじゃんって怒る方もいるかもしれないんですが、これから新聞配達なんですよ。せっかく動画編集頑張って始めようと思ったのにって悲しい人もいるかもしれませんが、やっぱりね、新聞配達がこれからは一番儲かるビジネスなんですね。だから皆さん、これから今 なので皆さんね今すぐこのパソコンを投げ捨ててですね、新聞配達、これを始めてみてはいかがでしょうか。新聞配達です。もうしっかりね、もうしっかり配達しまくってね、今の時代もキャッシュレスとかないですから、新聞がいいんですからね、新聞が時代ですから、しっかり新聞で稼いでいきましょう。そんなわけで今回は以上です。ありがとうございました。はい。